どうも、タクタクです。本日もエンティティやっていきましょう。なんかね、いろいろコメントを読んでね、これがいろんなどういう意味があるのかなっていうのも載ってるので、興味がある人はね、前回のコメントを読んでいただければと思います。はい。じゃあちょっとやっていきましょう。といっても実はね、一回セーブしたつもりだったんですけど、なんとセーブできてなくて、ちょっと一気にまたやり直したっていう感じなんで、まあちょっと多少ね、違うとこもあるかもしれませんが、それはちょっとご容赦ください。はい。あとさ、前回さ、ちょっとさ、もう何十時間も起きて、ちょっと意識が朦朧としててさ、あ、手紙があるの。これどうやって来るの？ちょっとね、おかしい状況になってたと思うんですけど、まあお許しください。これ大丈夫かな？右クリックで音。左クリックで見る。特にこっちには何もなさそうだけど、これ大丈夫かな？おわ、びっくりした。これ扉なんだ。ダメかな？鍵がかかってて開かない。この先は、屋外みたいだけど、はい。屋外だと。で、犯人探しなんですよね。犯人探しなんだけど、どこだったっけ？なんかね、途中でね、あ、これやってないかもっていうところを見つけて、確かにこの辺で、ほら、なんか、ここにね、耳が聞こえない人みたいな。これ前回話したんだけど、うららさんね。クララ鳴らして立てない人ね。私にも彼の声が聞こえたらいいのに、どうして私には音が聞こえないんだろう。彼は言葉を喋れない方がいいって、人は言葉を喋っても嘘ばかりつく。特にこの病院の患者は嘘つきと正直者がはっきりしてて、喋ってても嫌気がしてくるんだって。みんな私みたいに伝えることに必死になれば、もっと正直になる。だから言葉なんて喋れない方がいいって。でもそんなことはないよ。だって私の耳が聞こえれば、言葉を話せれば、君にちゃんと思いを伝えられるはずだもの。なんかね、患者なんか嘘つきがいるみたいですね。で、これが何なんだろうって話ですよ。あ、こんなところに、レモンキャンディーがキーアイテムだと思ったね、なんか。で、結局、ここのね、院長が盗んだものちょっと、ね、誰なのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思うんだけど、犯人がわかんないんだよね。誰が犯人なのかと、バード。これわかんないんだよな。嘘はつかねえ。嘘をつかねえっていうやつが一番嘘っぽい。で、蝶が犯人だと言っている。この人は誰だ？これはあれか。ちょっと怖いこと言う人か。看護師さん。この人がもし嘘ついているんだったら、この中のうちの一人、もしくは本当、ね、正直者かもしれないしね。その表裏一体というか、この人たちが極端にね、4人のうちのどれかかっていうね。でもこの人を入れると、どうなんだろう、6人しかいないからな。あれ、なんだ今。あ、これで、いいでは。ちょっと待って。調べられるよっていうことか。あれ？待って。聞き耳ってそういうこともできるの？すっげえ笑ってる。結局わかんないんだよな。多分カットされてると思う、だいぶ。なんで飛び出してきた？これ一回飛び出してきちゃうんだって。びっくりした今。ドライベン。はい。ちょっとね、いろいろ見たんですけど、答えがわかりません。わかんないですけど、5択ですよね。5択なんですけど、なんとなくですよ。なんとなく、犯人は、わかんないんだよね、結局。これ本当にわかんなくて。なんだっけな。一番怪しいのは、俺はね、この人だと思うんだよね。この、蝶って人は多分女性だと思うんだけど、腹が突っ張っていて、そんなね、盗みとかなんかできそうじゃないな、みたいな。で、この人はなんか、怪しいんだよね。殺したのあいつだ、みたいな。ね、なんか、できそうでもない人をなんか言ってたから、こいつじゃないかなと思うんで、ブランドをちょっとやってる。言葉の推理じゃなくて、人が怪しいっていうとこで決めるっていうね、安易な。行きましょう。そうか。どうした？どっか行っちゃったみたい。今のうちに入っちゃおう。入っちゃった。お、なになに、誰かいるよ。透明人間。おお、ああ、足が二つ。え、なに、どういうこと？ゲームオーバー！あ、間違ってたってことだ。ええー。EXIT にすると。ああ、またタイトルに戻るんだ。ということは、ドライベンさんは読み方わかんないけど、犯人じゃなかったっていうこと？どういうことだろう。じゃあ、誰が犯人だ？数じゃ当たる作戦でいく？じゃあ、もうそうなったら。わかんないもんだって。また飛んでくっか、なんか。飛んでこない。あ、飛んでこない、大丈夫。ドライベンさんはどこだったっけ？ブランドさんね。あ、ブランドさんか。ブランドさんが犯人だって言ったのか。ブランドさん。この人は犯人ではないと。じゃあ、蝶なのかな？蝶が犯人。蝶という表札が残されたベッド。言っとくけど、私は違うよ。犯人じゃないわ。ドライベンよ。やったのは。待って待って待って。ブランドさんは嘘つきだったってことでしょ？いや、そういうことでもないのか。嘘つきイコール犯人とかでもない。わかんないんだよね、これ。だから、何が嘘で何が本当で何が犯人かが全くわかんないんだよ。この中推理するのはちょっとね、厳しい。ほうほうほう。ブランドが犯人じゃなくて、張さんがじゃあ犯人なのかな？正直、本当のこと言ってるってこと？じゃあ張かな？張が犯人。張が犯人。じゃあ、張犯人。超犯人。はい。そうか。どっか行っちゃったみたい。今のうちに入って。で、これで。なんか。何が起きた？びっくりした。ちょっと、なんで？あ、蝶が犯人だったってこと？あ、こんなところに。チョコレートキャンディー。チョコレートキャンディーゲット。何これ？人？蝶が犯人だったってこと？あ、蝶が犯人だったのか。この中に何かある。きつい芳香剤。当てたっぽいよ、なんか。大丈夫かな、これ。他になんかある？ない。蝶が犯人だったっぽい。どうやら。行きましょう。これだけ？きつい芳香。違うじゃないか！はい。どういうこと？ゲームオーバー。違ったんだ。ちょっと待って。いや、これむずいな、このゲーム。誰が犯人だと思いますみんな。これやべ、もう、グダグダなんだけど。今回ちょっともう謎解きがやべえ。本当にすいません。蝶が犯人じゃなかったっていうことは？大丈夫？いける？あ、ごめん。今、出てたよ。これ出ててもでもかわす術がないからさ。蝶が犯人じゃなかったということか。ドライベンさんが犯人。ここだったっけ？あ、これだ。ドライベンさん。はい。僕、ドライベン。はい。ここにいる患者のことを教えたるわ。本当のことやからよくはい。まず、あいつは嘘つきや。目見ればわかる。あと、ブランド。実はあいつも嘘つきや。なるほど、なるほど。薄いよな。じゃあ、この二人が嘘つきだったと仮定して、これは A ですか。この人たちはじゃあ正直者だっていうことなの。まあ、この中にいるよと。アンギエ。はぁ、あ。あんなんちゃらってどこに。この人も嘘つきだったっけ。張さん、ちょっとごめん。張さんじゃないよ。誰が嘘つきだったっけ。ブランド。ブランドも嘘つき。A なんとかって人は、どれ。この人か。この人だ。こいつも嘘つきだと。犯人はブランド。嘘つきが嘘つきを、合ってることになりますけど、蝶が嘘つきだってことは知ってます。嘘つきではな、待って。この人が嘘つきだと仮定すると、犯人はブランドではない。確かにブランドじゃなかった。なるほど。こいつ、じゃあ嘘つきだっていうことは間違いないでや。そういうことだ。はい。この女はつまり嘘つきになっている。女なのかどうなのかわかりませんけど、嘘つきだっていうことになりますよ。はい。なるほど。じゃあ、蝶は嘘つきだってことは知ってますってことは、蝶は嘘つきではないっていうことだ。なるほど、わかった。ということは、蝶が言ってたのは誰だったっけ。これわかったかもしれない、ちょっと興奮してきた。まあ、2回も間違ってんだけどさ。蝶という表札が残されたベッド、誰もいないはずなのに誰かの声だけ聞こえる。言っとくけど、私違うよと。うわ、これ一発で当てる人いんのか。ドライベンだ。ドライベン。僕、ドライベンです。はい。ドライベンという、ドライベンは何言ってんだっけ。ここにいる患者のことを教えたるわ。本当のことやからよーく聞き。まず、あいつは嘘つきだった。確かに嘘つきだった。この人超正直者だ。はい。で、実はあいつも嘘つき。なるほど。嘘つきですね。確かにね。濃すぎよな。はい。でも、あの二人は今回の事件の犯人やあらへんで言ってたもん。犯人じゃなかったもん。確かに。犯人はもっと別にいるんや。とんでもないとこにな。これでさ、自分が犯人だった、犯人でありながら正直者だったってこと?だったとしたらさ、すごい言い回しだよね。犯人はもっと別にいるんや。とんでもないとこにな。嬢ちゃんの目の前やで。みたいなことでしょ。怖っ。じゃあ、この人が犯人ってこといい?いや、もうわかんない。この人が違ったらもう本当もう、あとはもう勘だよ。手当たり次第よ。張さんでもなく。これドライベンなのか。いいんだよね。ドライベンだったよね。大阪弁の人ね。関西弁の人ね。そうか。どっかに行っちゃったみたい。今のうちに入っちゃおう。ちょっと待って。なに。こう気をつけろよ。死ななかった。一番最初ってもしかしてこのダメージで死んじゃったのかな?ちょっとわかんないけど。これやっぱ音の出るところは何もないから近づいちゃいけないっていう認識でよろしい。光ってる。芳香剤ね。そういえば、手に入れてはいた、さっき。ただ、ここを出るときに殺されちゃったから、これで合っていれば殺されないってことだ、多分。いくぞ。せーの。大丈夫?合ってた?ってこと?わかんない。この、合ってたのか、合っていないかの判定がちょっとわかんない。さっき入ったら大丈夫だったんじゃん、ここ。わかんない。ちょっともう、もうそういうの関係ないのかな?いや、これちょっとわからんわ、もう。一回通ったとこでもこういうのあったら、もう、どう対応しろっちゅうね。ここじゃないよな、確か。ここだったっけ?ここか。なんもない。あれ調べられないわ。おお、犯人だって合ってんだ。ドライベンさんが犯人だったっていう認識でよろしい？これはこれもう調べられなくなってる。あ、なるほど。このイベントは終わったからもう調べられませんよってことか。ちょっと待ってよー、出てきたじゃん。あ、ここじゃないのか、さっき。もうどうすりゃこの回避できるわけ、これ。これ調べたら回避できるのか。いや、もう胸痛えわ、胸。腹痛えし、胸痛えし。これやべえ。はい、これ、はい。セーブして。どうすりゃいいんだろう、これ。まだ上に上がれんのかな。これ何階建て、そもそも。ここで行き詰まったけど、どっか階段あったっけ？またちょっと食らうかな。あ、今度は大丈夫。何を手に入れたんだっけ？てかメニューとかあるんだっけ、これそもそも。メニュー。インベントリー。あ、インベントリー調べられるな。使用キャラクター。使用キャラクターを変更します？え？合計5人いるけど。アリス・ポールマン。インベントリー。あ、ほんとだ。開ける。ブルーベリーキャンディーやら、レモンキャンディーやら。産地30。強風度30減少。ああ、なるほど。いろいろ効能が違うんだ。チョコレートキャンディーは産地を最大30上昇し、強風度の自然回復がアップ。まあ、飴好きってことですね。みんな。病室の鍵の束。病室以外は開けられないので注意。きつい芳香剤。ラベンダーの匂いがきつすぎる芳香剤。あ、虫除けになるかも。あ、なるほど、そういうことだ。プレイングマニュアルとかもなんか、あ、なるほどね。やり方が書いてるだけか。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと前回ね、意識が朦朧としてる中やったからね。ちょっとあれだったんですけど。あ、これでも分かったね。おかげさまでね。インベントリを開くことによってね。これ多分、そういうことだよ、皆さん。こっちですよ。ちょっと待って、また書くかな。また今日、おい。また来るから。ここ多分、でも、アイテムってどうやって使うんだろう。ゴキブリ。あ、自動使用です。この方向剤で追い払えるかも。いけいけいけ。あ、もう追い払った。やった。大丈夫これ。大丈夫。開けよう。開けましょう。トイレから、あんなに大量発生する？なんもないけど大丈夫かな。あ、来た。ここにあった。トイレの洗うとこね。あ、洗面台の下に何か落ちてる。研磨剤。研磨剤って、なんかをね、磨いて綺麗にするやつだよね。実はね、歯磨き粉も研磨剤が入っているってね。これなんだろう。何か書かれた紙がある。いい男に注意。うほっ！なんでいい人に注意する必要があるのかな。びっくりした、今。なんの音なのこれ。うほ、いい男。ここは気になるな。普通の個室トイレみたいだけど。うわぁ。この選択肢があるのがまず気持ち悪いからね。まあでもここはね、ぜひ入ってくださいっていう意見が多そうなんで、入りましょうか。どっから聞こえてきたのか。入る。何もないみたい。ここはあ、調べられない、そもそもが。これ男子トイレかなこれは。わかんねえや。男子トイレかな。はい、出てきました。じゃあ、こっちは女子トイレ。そんな感じか。女子トイレ行こうか。あ、またやっちゃったもん、今思わず。死んじゃうからね、ほんと。不用意に行くと。もう産地が50しかないから。うわ、絶対なんかあるわ、これ。あれ？アイテムはない。誰もいない。なんかあるの？あ、なんかあった。入ろう。うん、入ろう。あ、こんなところに。錆びたハサミ。あ、これで。ちょっと待って！嘘、なんで閉まっちゃうの？開かない。アリスや。アリス。誰？あなたが閉じ込めたの？ゴキブリが！アリスや、アリス。私と一緒に謎かけしましょう。アリスや、アリス。答えられなきゃ出してあげない。アリスや、アリス。朝は足がたくさん。昼はなくて、夜は6これなーに。何それ、どういうこと。夜は6本。なんだろう。なんか昔ね、スフィンクスの問いかけであったわ、あったよね、そういうのがね。それ答えは人間なんだよ。あ、待って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 、よく見たら赤いメーターが上昇してる。待って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 、犬はとなると、これはね、生まれた時の環境になるから、多分蝶々だわ。蝶々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 。賢いアリス、そんな君には第2問やめろ。それは親からもらい、あなたが持っているもの、けれど他の人がそれ使う。これなーに、名前なんじゃないそれは。そうだよね、自分で自分の名前あんま言わないもんね。名前、そんな君には第3問。はい、その日にはそう呼ばれなくて、その日にはそう呼ばれる。あ、前の日にはそう呼ばれなくて、次の日にはそう呼ばれなくなるもん。前の日にはそう呼ばれて、なんだろう。クリスマスイブ、誕生日、次の日にはそう呼ばれなくなる。前の日にはそう呼ばれなくて、その日にはあ、そう呼ばれるのか。今日であっている。今日、やっぱりあなたにはかなわない。今日は負けだね、さよなら。意外と助かった。意外と僕賢い。簡単だったのかな、そもそも。最初の問題はね、僕は実は知ってたんですよ、なんとなくは。あれはスフィンクスがかけてくるやつで、なんか生まれてくるときは4本でみたいな。あ、違う。で、昼間は2本で、死ぬ前は3本。これ何みたいな話をしてくるんですよ、スフィンクスが。確かね。ちょっと動揺しすぎて、どうしようどうしようどうしよう。何、ちょっととりあえずセーブがしたい。所存セーブしよう。ああ、もうちょっともうこれ全然心が休まる瞬間がない。ここでいいかな。ここにしよう。まあ最初、蝶々はね、芋虫だからね。で、さなぎになって蝶になるってことでしょ。待って待って。どうしよう。何すればいいんだろう。何を手に入れたんだっけ、そもそも。ちょっと何を手に入れたか、まずは、インベントリを開かせていただいて。錆びたハサミと研磨剤、文房具用の液体研磨剤。実際3で錆びはあまり落ちないらしい。なるほど。刃が錆びたハサミだ。このままじゃ何も切れない。あ、じゃあ研磨剤を、もしこれどうやって使うの。使うっていうの選べない。分かったよ。でも錆びたハサミを研磨剤で磨いて、なんか包帯でね、ぐるぐる巻きにされてるところがあったんだよ、確か。そこを多分開けるんだと思うんだけど、ここだっけ。あれここでいいんだよね。こっち入ってないよね。入ったっけ。開かない。ここを通りたいの。問題に答えれば開けてあげるよ。チャンスは一度きり。あ、待ってよ。ちょっと、右から行けばよかった。あるところに狙ったものは絶対に打ち抜く腕のいい狙撃手が、一戸建てを立てて住んでいた。その男は、俺の弾は死んでも外れない。と、豪語し、横暴な態度で嫌われていた。ある日、その男が家にいると、窓の外から一匹の熊が近づいているのを見つけ、狙撃銃を狙って家を出ると、南に100メートル、西に100メートル歩いて熊の動向を探った。そしてその地点から北に向けて発砲し、家の前にたどり着いた熊が撃たれて死んだのを確認してから家に戻った。家に戻ると彼は大声を上げて泣き崩れた。家の前で銃弾に当たって死んでいたのは自分の妹。なんと狙撃手は妹を熊と見間違えて撃ち殺してしまったのだ。その後彼は嘆いた末にその狙撃銃で自分の頭を撃ち抜いて自殺した。彼は確かに言葉通り死んでも弾を外すことはなかったのだ。問題、彼の妹が着ていた服は次のうちどれか。赤いドレス、茶色いパーカー、白い防寒着、灰色のコート。こんなんばっかりやんどういうこと？もう一回聞こうか。意味がわかんないもん。赤いドレス。まあ目立つよね。目立つけど、熊と見間違えるかって話ですよ。茶色いパーカー。まあこれは熊っぽいってことでしょ？熊ってなんか茶色っぽい感じよね。白い防寒具。寒いとこなのか？灰色のコート。まあ、灰色熊っていうぐらいだからね。グリズリー。これも熊なのかな？でもこれ、白熊もいるかな？赤はないと思うんだけどな。ちょっともう一回聞こうか。うん。ここじゃない。南に100メートル、西に100メートル。わからんわ、こんなの。その地点から北に向けて発砲し。わかんないんだよな。ちょ、もう一回、いいっすか？南に行って西に行ったんでしょ？まあ、ゼロ地点だとして、南西の方角に100メートル、約100メートル移動しているっていうような感じでしょ。南西にいるときに、北に向かって撃つ。なんもわかんないね。なんもわかんない。なんもわかんないですけど。意味がわからんわ。熊と間違えたんでしょ？北海道にいる熊はみんな茶色いんだよ。ということで茶色いパーカーにしておきましょう。外れ。ダメだね、全く。わからない問題に行き詰まったとき、メニューやキャラクターを変えてみましょう。何かヒントや進展が得られるかもしれません。ちょっと待って。ちょっと待って。なかったことにした何が答え？ちょっとあれ置いとこうか。キャラクターがなんか変わったら、いいことがあるんじゃない？多分。そういうことでしょ？そういうことでしょ？もう一回だけいいっすか？もう一回だけいいっすか？これ。この中で、3択、あと3個。3通り答えがあるね。赤いドレス。ちょっと待ったにできん。もう待ったはずるいよ。わからない問題で行き詰まった時で。もうダメだってこと？答えられないってこと？もうこれちょっと置いとこう。キャラクターが増えた時に、ちょっと使ってみよう。うん。これわかんないもんだって。ちょっと答え教えてくれ、誰かむしろ。ファイルさんで、はい。これちょっとむずすぎるだろう。ここは入る。これ自動で使えるのかな？さっきのインベントリでゲットした。はい。まだあるね。ちょっと戻って。ここに行くだけで使ってくれるのかな？はい。ドアンドは包帯で固定されてる。これを切らないと。全部使ってくれるわけね。研磨剤で錆びたハサミを磨き、磨かれたハサミでドアノブの包帯を切った。オッケー！取れたかな？大丈夫。まあ、入るしかない。行こう。で、やっぱそうなるよね。ちょっとじゃあ。行きます。これ。屋上の鍵を手に入れた。なにありがとう。開けてくれて、ドアを開けてくれて、ありがとう。今から一生、遊んであげる。なんだよ。開けてくれて。ちょ、動けん。動けんぞ。動け。急に動けた。遊んでほしくない。全然遊んでほしくないんだけど。どうすればどうすればあーリセットしたちょっとあまりの恐怖のあまりリセットしてしまったっていうのはまあ嘘で、産地の下がり具合が半端じゃなかったから、ちょっと今やり直したかったなーっていう、そういうずるい考えなんです。はい。いや、今すげえ焦ったんだけど。泣いちゃうよ、こんなゲーム。ここまではいい。ここまでいいね。で、これで、はい。屋上の鍵ゲットして、ありがとう。で、この状態で、これをやれば、でもこれもうどうしようもないよね、これね。これで開ければいい。分かってるよ、もう。これは分かってるけど、ダメージ受けないとか。あれだ。やっぱり、これで、危険なところを発見してから、そのとこに行くと、ダメージがない、ここの。産地のダメージが。恐怖心っていうのは上昇するんだけど、やっと分かってきました、システムが。あれこんなとこだったっけ？いいのか。びっくりした。ちょっとあまりにもショックで。自分が来たところがちょっと今一瞬分かんなくなってたな。これで、はい。セーブして、はいといったところで、じゃあちょっと今回は終わりたいと思います。いや、全然進まなかったな。これね、謎解きゲーだね。まあ、確かにちょっと、脅かし要素もあるけど、脅かしゲーでもあるけど、基本謎解きゲーだっていうことが今分かりました。で、どれ？屋上の鍵か。本島2階東側に位置するあった。あれだ。院長室っていうか、なんかマットみたいな引いてあったところだ。なるほど。じゃあ次回はそこに行きましょうか。はい、といったところで今回はそれでは一旦終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、謎解きゲーなんでね、こういった感じの進行になっちゃいますが、ちょっと何卒ご了承ください。はい、それではまたお会いしましょう。ちょっとわかんないこととかね、こういったことがありますよと、ちょっと見逃してますよみたいなことがあったらコメントで教えてください。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。